務川は、北海道上川総合振興局管内及び胆振総合振興局管内を流れ太平洋に注ぐ一級河川。務川水系の本流である。北海道勇払郡占冠村東部の空知郡、南富良野町との境界にある、日高山脈北部の狩振岳に源を発し、南西に流れ、切り立った渓谷を抜け、務川町、広光付近で太平洋に注ぐ。ラフティングの名所である赤岩青岩峡や紅葉の名所である福山渓谷が有名である。ただし、上流部の川沿いにある道道は、その大部分が悪路であり、悪天候の場合には通行止めとなることが多い。括弧内は、流域の自治体明治40年代から昭和30年代にかけて、上流で伐採した丸太を河川を利用して、中流域へ流す木材流送が、道内屈指の規模で盛んに行われていた。1909年、穂別町から、占冠村一帯の森林伐採が始まった。当時は周辺に道路が存在しなかったため、上流で伐採した原木は川沿いに集積され、融雪期から秋期にかけて、務川の水流を利用して、当初は務川町まで、昭和5年からは、穂別中島地区の網場へ向けて流された。流送には、鉄砲堰や、いかだ流し技術を有する越中や東北地方からの、技術者が従事。技術者が穂別を訪れる春先、穂別を去る晩秋の頃には、穂別駅を利用する技術者の地域が山のようになっていた。道内屈指の規模を有した務川の流送も、務川沿いの農地が拡大すると、橋梁や堤防を損壊することが問題視され始めたこと、道路事情の改善されたことなどから1961年に幕を閉じた。往時の様子は2016年現在第33回を数える穂別地区の流送祭りとして語り継がれている。アイヌ語由来であるが以下の諸説がある。なお、上流の占冠の地名は本川に由来する説が有力視されている。ありがとうございます。